おはようございます、畑田グマです。真冬の野池ということでやってきました。そうですね、一匹のバスが非常に貴重な季節になってきました。ほんまにね、この玄関機寒い状態、バスもなかなか動きがよろしくない、そんなところで、バスをなんとか釣りたいなと思うんですけど、とりあえず用意してきたルアーは両方リアクション系 TN と、ノッキー、これで今日は最初はこれですけど、やりながらいろいろローテーションしながら様子を見たいなと。やってみます。とりあえずやっぱり真冬の定番といえばこういうメタルバイブレーションリアクション系の、ね、無理やり口を開かせる系なんですけど、その中でもこのノッキンジョーっていうのは非常にその探りに特化したメタルバイブっていうことで、こうね、初めてのキャストをするときにこういきなりサスケとか入れるよりはノッキンでボトムを探りつつ、そんなに深くない2メーターぐらいかな、ほんまに輪切りですよね。こう少しずつ角度を変えながら投げていって水深に変化が出るか、もしくはボトムになんか硬いものが出てきたりとか、ね、あとはもう魚に触れるかどうか、そういうことを気にしながら、こっち投げればあの堆積物多めな気がしますね。ちょっと気になるからいきなりこういうリアクション全開でいくよりも、リアクションはリアクションでもちょっと巻いてみよう。さあどうかな。今日が雨降ってたから投げてみようと思ったんですけど、ドン。これね、この間野池で釣りした時に、この間って言っても結構まだ暖かかった寒波の前なんですけど、朝の冷え切った時間帯にこのカラーが釣れたんです。カラーやと思うんですよね。結構ね、独特なカラー、俺たちファイヤーって真っ赤なカラーなんで、その色の強さで食ったんやと思うんですけど、スローロールです。むちゃくちゃブレードが回転する最低速よりちょっと速いぐらいですかね。よし、ちょっとあのど真ん中に行ってみよう。最深部、もう冬の定番ですよね、こういうとこで釣りするようになったら。もうさあ、深いのか。3メーターぐらいあるんちゃう。3メーターぐらいある。なんでかこれ低水温に強い。テーブルロックシャッド、この薄い黄色がいいんですよね。薄い黄色がこれを長えの、これはね、もう本当にゆっくり巻くスローリトリーブ、ボトムからやっぱり離れないようにキャストして着水して
で糸がツル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 とこう出てきますよね、こう。でもうちょっと糸が出ていって、まあ、ここで着底するんですけど、着底して巻き始めの時の速度ってほんまこれぐらい。なんでかっていうと、こう早く巻いてしまうとルアーがねヒューッと浮いちゃうんですよね。その糸がまだこう馴染んでない段階で、そのルアーだけが先に沈んで、糸がこう水面に乗っかった状態 で水面の方で引っ張られると、どうしてもルアーが上へ上へと行ってしまう。それをねこう防ぐために、最初はゆっくりゆっくり巻いて、でラインがこう水と馴染んできたところから徐々にこれぐらいの速度にする。それでも浮いちゃうとまた止めて、そこを取ってボトムをきっちり引くっていうことがやっぱ大事なんで、こういうちょっとしたことが釣果を左右してしまいます。魚来たよ。よっしゃ、来た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 、貴重やで。よし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 よ、あー来た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 、硬直してるやん、しかも外がかってる、冷ったバス、ちべった、めっちゃちべたい、外からかかってる、もうほんまにリアクションなんでしょうね。あー通ったっていうところにちょっと当たってきただけ。ほら内側からじゃなくて外側からかかってる、バスがちべたいわ。はい、TN 丸畑サウンドで本日のファーストフィッシュ、これ下手したらもう今年最後のバスになるかもしれないですからね、残しとかないと記念に。サウンドローテーションですよ、 TN の、丸畑サウンドからオリジナルサウンドへ、オリジナルサウンドに変えて、まあ、カラーもフラッシングするタイプにしてみた。おっしゃ、来た来たよ、コンってコンって吸い込んだ。オッケー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 、サイズアップした、おいしょー。いや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 、また外がかってる、また外がかってる。でもだいぶサイズアップした、ちべったー、おー嬉しい、サイズアップした。はい、まあ TN なんですけど、今あの、まあ、さっきの魚もね、最初の魚もそうなんですけど、最初の魚がこの丸畑サウンドの、まあ、テーブルロックシャドウですよね。このお腹が薄い黄色、背中が紫っていうパターン、まあ、これで、1匹目が釣れて、で2匹目はカラーとサウンドを両方変えてみたんです。カラーはゴールド系、まあ、僕結構低水温のゴールドカラーって、強いっていう風に、まあ、軽減的に思っていて、そのゴールドを取り入れたカラーと、あとまあサウンド自体を変えてみたんですけど、じゃあ実際ね、それによってサイズが、魚のサイズが上がった、ところで、ゴールドが良かったのか、丸畑サウンドからオリジナルサウンドに変えたことが良かったのか、今度はそのね、サウンドなのか
ゴールドが良かったのかっていうところになってくるんですけど、例えば同じオリジナルサウンドでも今度赤を入れてみた時にどうなるかで、同じ丸旗サウンドでもゴールド系を入れたら今度反応は変わるのか。だからゴールドが釣れるんであれば丸旗サウンドのゴールド系で釣れるだろうし、オリジナルサウンドが釣れるんであればゴールド系じゃなくても色が変わっても釣れる。で実際本当に今日の正解は何なのかっていうのをこうやって絞り込んでいく。まあ TN は、サウンドもたくさんね、ジャラジャラガラガラコトコトサイレントとかまあいろいろあるんで、サウンドもたくさんあるしカラーもたくさんある。でその中で今日のバスが一番好みなのはどれなのか、時間による変化もバスの個体による変化もいろんなところもこう考えながらカラーをやっぱりベストなものを探していくっていう感じ。まあとりあえず今、状況が変化してないタイミングで試しておきたいのは丸旗サウンドのゴールドで、ゴールドが反応が良かったのか、もしくはオリジナルサウンドの違うカラーだからサウンドが良かったのか、その辺をちょっとこの後検証したいなと思います。はい、こうやってローテーションしながら、より正解に近づいていくっていうのが真冬のバイブレーションゲームの楽しみですね。さあ丸旗サウンドのゴールドカラーに変えました。これによってゴールドが良かったのかっていうことになる。いや低水温の季節のゴールドカラーってほんま強い気がするな。今までの経験上ね、ダウズビドウとかもそうやし、やっぱゴールド系のカラー冬っていうかこういうね晩秋から冷えたなって思うタイミングで強いですよね。よしカラー変えようじゃない、サウンドもカラーも両方変えてみるパターン。オリジナルサウンドの赤系、はい、オリジナルサウンドの赤系。さあどうなるか。当たった、おっしゃ来た。これでサウンドとカラーが分かった。 OK OK なんかね、これが食う前に当たりがあった。これも外かかってない？外かかってるわ、全部外かかってる。ほら仕入れだ。1匹目とサイズが変わらないっていうことはオリジナルサウンドのゴールドっていうのが正解かも。はい、そんなわけで散々まあバイブレーションで TN と、ノッキンで、魚のスポットを絞り込んでの食わせです。ベクタージグに今ダムダムの3インチをつけてるんですけど、冬の野池でいきなりこれを投げたりとかするともうほんまになんぼ時間があっても足りないってことになるんですけど、今相当な、まあ、あのバイブレーションでのこのイメージが膨らんだ状態でのライトリグっていうことで、で、時間は今最も水温が上がる夕方一歩手前ぐらいのタイミングなんですけど、どうかなと。こんだけね魚が固まってるっていうイメージができた状態で投げればなんとかこれで食うんじゃないのか
という感じです。まあ実際にはひたすらバイブレーションを投げ続けるとやっぱそのスポットにかけるプレッシャーっていうのもね蓄積されてくるんで、それを抜きたいっていう意味でもちょっとルアーを変えてみました。本来冬のこの寒い時期にあまりこういうねライトリグっていうか食わせをやるのは僕的にはあんまやらないんですけど、でもやってみよう。ソリッドティップに3ポンドですよ。もう徹底的にやるときは徹底的にやりますよ。中途半端は良くない。投げて糸を置いて、それからフォーリングで糸を張ったら、もぞ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 、何かないかな、何かないかな、何にも引っかかるものがない。じゃあとりあえずこの辺で糸をたるめて止めてみる。で今度また止めたら、もぞ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 、何かないかな、何かないかな。いやほんまに引っかかるものなんかないですね、ここ。おっしゃ来た。なんかこう引っかかりを感じたところで止めてた、止めてたっていうか、そこでこそ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 動かしたら、へいへい来たぜ。うわー、ほらさっきのバスよりもうなんか寒そう。へいへいへい来たよ。ライトリグも徹底的にやったら食いますね。まあそれだけ魚がこう居場所が絞れてるってことですよね。刻んでるな、すげえ刻んでる今。どうだ、触った。触りましたよ今この辺で。ちゃうかな、今触ったと思うけど。メタルで釣れる時の感じだったもん。あ、また触ったぞ。溜まってる。おっしゃ、来た。来たよ。オッケーオッケーオッケー、危ない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 、よいしょ、オッケー。うわ、まっ湿った石、このかかり見てこれ、このかかりさ、これこの川石見てこれ、すんげー、あもう取れた。はあ、すごいな、熱帯魚みたいなバス。でも色はしっかりしてるもん、真っ白になってないもん。へえ、5匹も釣れたで今日。バスちめた、カチンカチン。はい、こういった真冬のシーズンの、このメタルバイブレーションの釣りね、今までこのジャッカルにはメタルバイブレーションっていうのはこのサスケブレードっていうのとこのノッキンジョー、
のこの2種類が、ありました。で、ノッキンジョーっていうのはもう見ての通りこのね下顎が突き出た、まあ、特徴的な形をしているメタルバイブレーションで、この下顎が障害物に当たって平を打ちやすい、つまり巻いてきて障害物に積極的に当てながら使う、まあ、そういうキャッシュとして巻いてくるタイプの、メタルバイブレーションです。で、まあ、僕の場合初めて来たの池とかで、地形が何もわからない状態でまず真っ先に投げるのがこのノッキンジョーで、このサスケブレードっていうのはある程度スポットが絞れた時にリフト&フォールのそのフォールですよね、強いフォールによって、パッと反射的に口を使わせる、まあ、そういったタイプのメタルバイブレーションで、これの、まあ、特徴としてはそのフォーリングのスピード感だから、まあ、ノッキンである程度場所が絞り込めたらノッキンとサスケのこのフォールのタイプを使い分けることで、より超過をこう伸ばすと、まあ、そういった感じで、まあ、出番がありました。で今回新たに登場するのがこれ。これねメタルバイブレーションっていう位置づけじゃないです。まあボディの素材がメタルじゃなくてこれ基板、まあ、名前をキーバーンと言うんですけれども、これはですねメタルと最大の特徴の差っていうのは軽いで下に重たいウエイトがついて、下が重たくて上が軽い、だからアクションのレスポンスが非常に、上がります。で落ちるときにやっぱりストンと落ちるんですけど、まあ、リフト&フォールで使うんですけど落ちるところが分かりやすい、要はまっすぐ落ちる、まっすぐ落ちてくれる。あとこれがボディが軽くなったことによって、もう一つメリットが生まれる。それ何かっていうとボトムについたときにルアー自体がこう倒れてしまいにくい、ね、ここが重たいとどうしてもついたときにパタッと倒れてしまう。そうすると、まあ、根掛かり率も高くなったりだとか、まあ、そういうこともありましたけど、より根掛かりやすいようなこうピンスポットでしっかりこう姿勢を維持してくれて、次のリフトでフォール、次のリフトフォール、まあ、そういった根掛かりを回避しながらリフト&フォールっていうのが、まあ、可能になると。まあすごくねタイプとしては近いです。3種類ともサスケにしても、ノッキンジョーにしてもこのキーバーンにしても、まあ、リフト&フォールで使えるこのリアクションバイブレーションっていう位置づけなんですけど、細かくこう使い分ける、まあ、特徴を使い分けることによってより冬のこのシビアな状態でのこう強化を伸ばしていけるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思います。使い分けてみてください。とりあえず地形を把握したいので、ドーンからで、まあ、引っかかるのか何なのか分かんないし、なんかそのこのなんていうんですかパイプが入ってるこの最深部であろうと思えるところが2箇所あるんですね。どっちが深いんやろ、まあ、その辺も含めてやってみよう。あこれねめちゃくちゃ浅いプラスウィードがある。だから途中からウィードに引っかかるな。どうでしょう、1メーター50ぐらいでボトム50センチがウィードみたいな、そういう感じ。
の芯から入ってみよう。リードにこう乗せていくような感じ。まあ進化が、進化があったらね、リードに食われる。来た来ましたね。思いのほか突然の登場でびっくりしてるんですけど、25センチぐらいですかこれ、ノーシンカーです。ヤミーの、まあ、ヤミーのノーシンカーウィードに沿ってホールさせながら、ね、ウィードの中にいるやつを釣っていこうと思って、で重りつけるとやっぱ引っかかるんでノーシンカーにして、で、まあ、これフォール中にも動いていくんで、ふわ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 ってね、こうくねくねしながらフォーリングさせて食った。来た来たよ。おー、いい魚予想外にいい魚が来た。よっしゃ、いい魚が来た。おっしゃー、ういふい40アップ来た。あらら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 、いい魚来た。ちねったちねった、これはいい魚ですね。まさかのいい魚。やるときはライトリグは徹底的にやらなあかんということです。この冬の野池を回ってみたわけですけども、そうですね、まあ今回は、正直言うと、まあ、ローライトで、それほど思いっきりがっつり冷え込んだタイミングじゃなかったね。まあ、これはあの釣果を見てもらっても分かると思うんですけども、本当はね毎年この時期の池を回ると1匹釣れるかどうかっていうところで、まあ、なんとかメタルでしのぐっていう展開なんですけど、今回やっぱり一番活躍してくれたのはこう TN だったり、まあ、食わせの闇とか、まあ、そういったライトリグでも反応がまだ得られるようなタイミングでした。まあここからまた寒くなったり少し温まったり寒くなったりを繰り返しながらどんどんね、冬が深まっていくわけですけど、やっぱりいろいろこうローテーションしながらバスにこう飽きさせずに釣っていく、まあ、そういうちょっとした工夫、まあ、ハイシーズンとは違う目線でやっぱフィールドを観察して、釣っていくことで、なんとか、まあ、拾っていけるんじゃないかなと思います。そんなわけでまあ、皆さんもこれを見て、ぜひ釣り場へ行って熱いバスフィッシングを楽しんでいただけたらなと思います。